さて、やりますか。やりますか。前回の録画でね、ダークキーパーに全く勝てなかったので、お金稼ぎをしていろいろ強化してきました。まあ、この辺の消耗品はあんまり買ってないんだけどね。とりあえずこの辺のものは、あれ動画の中であげたっけな。チェーンソーとかもレベルマックスにしたんですよ。あとちょっと戦う練習しておきました。いやー、今度こそ勝てるでしょ。しゃあ、行くぜ。あ、そう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 。さっき本物のチェーンソー見たよ。新しい建物を作るっていうんで、木を切り倒してたんだけどね。いやー、すごかったね。ド迫力だね、やっぱり。ああいうの燃えるよなー。チェーンソー大好きだもん、俺。本当はこのエクセキューショナー編もさ、チェーンソー消耗品じゃなくて、無限に使えるようにしてくれればな、チェーンソー縛りでもいいぐらいなんだけどな。これはね、ちょっと性格的に、消耗品を使うのがすげえ嫌なんですよね。てか心配になっちゃって。おっと！ちょっとこいつと戦うと無言になっちゃうの、どうしても。緊張するんすよ。よし、来たー。ちなみにこのバイーンってやっちゃうのは、この L スティック押し込みでも出るんで、暴発ですね。このバイーンってやることによって何の意味もないです。そうそうそう、ちょっと検証したんだけど、あ、そっか。この辺喋んなくていいか。いやいや、やっとこう。ここもね、喋っておこう。検証したんだけど、第三形態になったら、貞子の手が出てくるじゃないですか。ラウラの手が。あーっと！やってくれてしまった。あの手は、なんと、逃げ切ればいいという。あ、やばい！今回やばい！今回下手くそになってる。よし、来た。ちょっと待って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 、焦るな焦るな。焦るんじゃない。何も焦ることはない。これ今のうち回復しときちゃいましょう。しときちゃいましょうっておかしいな。よし、来たぜ。第三形態。まずは逃げる。逃げ切りさえすれば、あとは、普通に戦うだけですね。ちょっと罠を使おうか。罠使ったらいけそうなんだよな。こっから緊張ですよ。貞子の攻撃は一発食らったらもう、ほぼ瀕死ですからね。血の海地獄。血の海地獄って誰だっけ？よく見ろ。音を聞け。音を聞け。どっちから来る？どっちだ？どっちから来るんだ？手はどっちから来る？あれ？来ないのか？そういうことじゃないんだよな。あれ？これ歩き回らないと来ないのかな？食らいたくないんだよね、マジで。しゃがむな、しゃがむな、危ない。待って、来た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 ！うわ、来た！くそ！この L スティックを押し込んじゃうと、バイーンってのが出るんだけど。もういるだろ。よし、来た！おら！おお、なに？時が止まった。待て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 ！それを食らえ。来た！え？お前何なかったことにしてん？ちょっと待て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 、話は違う、話は違う。もう一回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 。そんなわけないでしょ。ほら、なんだよ、お前、さっきの、お前、嘘つくなよ、お前。なんだ、今の。待って待って、間違えてる、間違えてる。
間違えてって、間違えてって、罠めっちゃ消費してる。おっしゃ、お、いけたいけた。お前、罠なん、超もったいねえじゃん。これ、ちょっと待って待って。よし。ハンマーに持ち替えないと拾えないんだな。ああ、緊張した。これで最後かな。次があるかどうかは確認してないんですよ。お、終わった。あ、アバターも壊れちゃったよ。これ、肉屋のおっさん死ぬみたいなことないよな。ストーリー的に。せや、前回俺のボソボソ声で聞こえたかな。なんかすげえやっぱ声ちっちゃかったよね。そして今解放された声したね。でもあの、金庫のね、お父さんだとは思わないでしょ。でもステムから脱出できたっていうことかな。おお、バスタブが立ってる。うん。で、お父さんどうなったんだよ。隣でお前頭潰れて死んでんじゃねえだろうな、まさか。ステム内の出来事は外に影響するからな。あら、この展開はもしかして？どうなんだ、顔は顔は。あ、あるね。あるけど、苦痛に歪んで死んでるみたいなことないだろうな、お前まさか。あ、わかんないな、それは教えてくんないんだ。何？ファイナルリサーチリポート。うん。はい。読んでないです。でもね、実はね、ちょっとネタバレしちゃったんですよ。あ、終わった。何をネタバレしたかっていうとね、あの、チェーンソーのバッテリーというか、オイルっていう、オイルか、ガソリン？ガソリンをね、どうやって補給するのか分かんなくて、ちょ、それだけ調べようと思ったら、なんか、2周目に追加されたボスとか書いてあったんですよね。おいおいと。おいおい、何余計なもんお前トップに乗せてくれちゃってんだよお前っていうことで、まあ2周目にしか現れないボスがいるということをまあ知ってしまったので、まあそっちもやっていこうかなと思ってますね。コンセプトアート。初めて聞く曲だね。まあ俺はね、あの、コンセクエンスでも言ったけど、一番好きな敵はザ・キーパーっていうぐらいね、この敵好きだったんでね。キーパー編は結構面白かったな。まあ言ってもおまけですけどね。おまけモードの息はまあ脱しない程度のものですけど、まあでもやっぱ面白いですね。一応、ルビク亡き後のステムの掃除が目的だと思うんですけど、やってることは。メビウスのやってることは。あと、それだね。生き返るためのテストだな。生き返るじゃねえや。生きて帰ってくるためのテストだな。だからもう今後はモンスターが全滅したから、ステムが自由に使えるってことなのかな。もしサイコブレイク2とか出ることがあったら、もうメビウスの思い通りに使えちゃうわけだ、ステムが。でもよくわかんないのが、ホストの脳が入ってたじゃないですか。あれは誰のものなのかっていう話なんですよね。ルビク亡き後じゃないのかな、もしかして。あ、でも、あの、途中で入る手記みたいなやつに、あの、ルビクがレスリーを使って脱出したようにみたいに書いてあるんですよね。だから多分ルビクはもう脱出し終わってる。というか、セバスチャンじゃねえや。ジョセフとかのデータがステム内に残ってるっていうことはもう一度入った後ってことですからね。まあ、おまけだからもしかしたらそんなに深く考えたら矛盾点があるのかもしれないですけどね。それはちょっとわかんないですね。ジョセフが一番強かったな、マジで。やっぱ遠距離攻撃はダメだよ。あらね、卑怯だよ、どう考えても。そう、最初のね、メモにね、確か、あの、今、ステムに接続されているもののリストみたいなの書いてあって、それに、なんだっけな、殺人鬼、
双子の弟、精神病患者みたいにいろいろ書いてあって、それぞれに対応してんのがあいつらだったみたいなんだけど、あの、チェーンソー男さ、あの、サディストってやつ。あいつ、チェーンソーの時は、殺人者っていう扱いで、ロケットランチャー持ってる時は、元傭兵らしいよ。元傭兵って、あ、そういうことかな。あいつらも、あの姿を借りてるけど、要するに、あれなのかもしれない。ステムに接続されてる、接続されてる人のアバターとしてあの姿で登場してるだけで、外には本物がいたのかもしれないね。あの肉屋のおっさんと一緒に接続されて寝てるとこにいたのかもしれないね。そういうことか。アバターもうちょっと選べたらいいのにね。まあでも俺がもしステム入ったらアバターはキーパー選ぶけどね。人気ランキングとか見てえな。私だったら誰々がいいわみたいな、俺だったら誰々が、誰々っていうか、どのクリーチャーでログインするぜみたいの選べたら面白そうだね。っていうかあれじゃない？もしかしてサイコブレイク2が出るとしたら、そういう話になるんじゃない？どのアバターで話を進めますかみたいな。だってぶっちゃけもうセバスチャンとかも関係ないからね。特にもうアサイメントコンセクエンスやると、あ、セバスチャンあんま関係ねえじゃんっていうことが分かっちゃうからね、話の本筋的に。まあセバスチャンはもうそのメビウスのメンバーになっちゃってるマイラを探すために今後も頑張るのかもしれないけど、まあでもメビウスのメンバーはねになっちゃってるからね、もう表世界の人間じゃないから、まあセバスチャン見つけることは無理だろうな。っていうかマイラはどういうつもりなんだろうな。娘の行方不明の事件を追ってたら、マイラもいなくなっちゃってるわけだから、マイラは何かの真相を知っていなくなってるというか、自分で、お、かっけ！そう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 、これこれ、サディストクリアタイム、ツェーンクリアタイム、これがね、奴らのあれだよ。お、ダークキーパー時間かかってるね。お、12回しか死んでないよ。ボーナス200円。ランク B！ いいね。いいのかわかんないけど。クリアボーナス、ニューゲームプラス、セレクトニュー、なんだ、え？え？マジで？マジで？これもらえんの？超かっけえじゃん。これはテンション上がる。セバスチャンバトルルームハズビン、アッデッド。なるほどね。そうそう、ネタバレしちゃったのは、2周目のボスはセバスチャンですよってことですよ。ザ・エグゼキューション・チャンバーハズビン、あ、何？チャンバーって何？エグゼキューション、あ、あれか、ポイント稼げゲームのやつか。おう。よっしゃ、2周目やるか。おっしゃ、買うぜ。買いまーす。これ何？何？デュラビリティって。なんか持続時間みたいなことでね、もしかしてあいつ召喚できんの？あれ？これそういう武器？ちょっとまず、レベルアップするために、前に、検証してみようか。なんかさ、回数あんだよね、確かに。どういうこと？ちょっと、何もないとこで。あ、切れるじゃん、普通に。は、早い！早い！で？ああ。別に消耗品な感じしないんだけどな。どうやって消耗すんだ？ああ、別に。よくわからないけど、多分敵に使わないと、消耗品の消耗する部分が見れないらしいから、一旦強化だけしといたわ。早速、チェーンソー野郎と戦いに行こうぜ。よし、来たぜ。この剣を試したい。早く試したい。あれ？ああ、びっくりした。今、ダイナマイト持ってんのか。ゲージが4つしかないと思っちゃった。さてさて、ちょっとザコに一発切ってみるか。え？え？全然わからない。これ、どの辺が消耗品なんだ？ああ。え？
なんか今、ゲージ減ったし壊れてきてなかったか？おい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 。いやー、さすがにこのなんかさ、これは消耗品じゃなくていいでしょう。いって。下手くそか。強い強いぞ、これ。でももう3ゲージ使っちゃったよ。これ、ゲージをね、回復する手段がわからないんでね。ちょっとこれは使用控えていこうか。といったところで今回はこれで時間かな。よし。ちょっとじゃあ次回はもう、セバスチャン編が、セバスチャンと戦うようになるまでは、取らないでおこうかな。じゃあ次回はそこまでということで。よろしくお願いします。お疲れ様でした。